はい、どうも、なおとつです。ということで、今回ちょっとめちゃめちゃ久しぶりになっちゃったんですけど、前回11月4日投稿ということで、まあ、9ヶ月ぶりに、まあ、動画撮ってるんですけど、これ今回、アルファパックのちょっと検証、ちょっとしてみようかなと思って、18万名数貯めまして、50パック買いました。で、50パック買って、コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーがそれぞれどれだけ出るのかと、ちょっと気になったのでちょっとやってみようかなと思って今撮ってます。で、白色がコモンです。で、なんか白にちょっと黄色が混じってるやつがアンコモンで、青色がレアで、黄色がエピックで、紫がレジェンダリーで、まあレア度が低い順にまあ言っていたんですけど、それがまあどれだけ出るのかということで早速やっていきましょう。まあ1泊目からね。で、これで、こう引いたら、まあ、色がちょっと出るんで、それでわかるんですけど、こうやって、これがコモンですね。この白色。これは一番外れ。まあこういう感じで、まあバンバン、50枚あるんでね、これをどんどんやっていきたいと思います。さあ来い。お、これはレアですね、青色。まあこれ、まああんまり嬉しくないけど、まあまあ癖のあるやつが出た。そして3枚目、おー、またレア多いな。ちょっとこれ持ってるそう、かぶると名声が返ってきます。ちょっとね、1100ぐらいなんですけど、やっぱりレジェンダリー狙ってきたよな。やっぱ引くからには、あー、もうやばいやばいぞ。まあこれ検証なんですけど、まあ自分自身のね、あのガチャ運もあると思うんですよ、当然。まあガチャ運がいいことないんで、いろんなゲームやってるんですけど、もうこうやってねレアばっかりなんですけど、ちょっと幸先悪いな。ちょっともう5枚目ぐらいやばいぞ。ちょっと1回どうしようなんかようわからんやつばっか来るわ。とりあえず6枚引いたんだな。6枚でも全然全く、まあどんどん行きましょう。ちょっと長くなっちゃうかもしれんけど、ちょっと飛ばしで、あ、これこの黄色、肌色っぽいのがアンコモンですね。まあ、これも外れです。肌色。さあ7枚目、あかん、コモンややばいぞこれ。せっかくの18万ポイントが全部パーになっちゃう。やばい、コモンばっかりや。なんじゃこれ。さあドン。やばいって、コモンしか出ん。嘘でしょ、なんかめっちゃ派手なの来たけど、これこういうのがいい。まだ外れでもまだ派手なやつやったらまだなんとか。やばいなあ、アンコモンレア以上が全く出てない。これはいらないですね。さあ次行きましょう。やばいって、ちょっと待って、ま、こんな出んもん。貯めたら出えへんとかそういうやつ。せっかく俺の18万を返してくれ。やばいってエピックすら出えへんやん。さあどんどん行きましょう。嘘でしょ。いやもう目飛び出てるかな。さあ次、そろそろレジェンダリーエピック来てくれてもいいんじゃないか。来た、レジェンダリー、これですね、紫。さあ何が出る。これを待ってたおちょくってんのか。まあようやくレジェンダリーが出たということで、まあ良かったんですけど、ちょっと中身が終わってたんで、ちょっとまあ顧問祭りなんですけど、エピックも欲しいな。やっぱレジェンダリーの迷彩がやばいな。コモンしか出えへんぞ。さあ次行きましょう。アンコモンいらない、やばいって何がシーブリーズやねん。さあ次来いよ、来おへんやないかい。アンコモンこれはいらん。さあ次レジェンダリー、やばいって、アンコモン祭りかこれ。アッシュばっかりやな。来いよ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 、来ない。
やばいって、そろそろちょっともうまずい。あと何枚？あと29枚、まずいって。やば、コーナーよし行くぞ。お、レア久しぶり。レアいらんねんけどな、癖がすごい。さっきみたいなまだ癖があるやつ、特徴があるやつはやっぱり嬉しいよな。こういうコモンとかあんまり特徴がないやつが多いから、頼む来てくれ。エピックが来おへんの、全くレア。エピックが全く来ない。お、カベーラ、まあ使わないですね。やばいって、ほんまに運ないぞ俺。お、レア、レア祭り来た。いや、チビ軍団ばっかりやないかい。さあ次、エピックレジェンダリー来い。お、またレア。やばいな、レアばっかり。カメレオン、これいいっすね。こういう派手なやつ好き。こういうの来てください、お願いします。さあ行きましょう。次アンコモンですか。レジェンダリー来ないっすね。お、こんな名声見たことない。お、いいねこの緑、いい感じ。あと22枚、半分切りましたね。もうよし行きましょう。さあ次来い。アンコモン、アンコモンいいよ。もうかぶってんねん、ほんで。よし行くぞ、来い。レア、こういうねこういうちょっと癖があるやつが欲しいね。いいっすねこういうの。よし、もうちょっとあのチラって見るのやめよう。もう いきなりもう勢いでいこう。こうこう行こう。うん、そろそろ来いよ、ほんまに。レジェンダリーかエピック。おい、レジェンダリー来た。何ですか、いらんレジェンダリーなのかこれは。このガチャってエピック入ってなかったっけっていうぐらいエピック来おへんよな。またかぶったね、お前。おりらんおじさんいらんねん。やばいなこのガチャ、ほんまにちょっとひどいぞ今回。せっかく貯めて、よっしゃ動画撮ろう思ったのにこんな感じかぶってんねんな、また。いや、あと16枚、やばいって。18万が一気にチャラになってしまう。やば、こんなに出えへん。もうちょいちょっと結構出ると思ってたんやけどな。迷彩くれ、迷彩レジェンダリー。やば、いやいやいやこういうガチャとかこういうマース系の動画ほんまにことごとく死んでるな。よし行きましょう次。やば、もうちょほんまに頼む、お願い、いらんほんまに頼む、お願い来てください、お願いします。お、レア、レアでおーって言ってしまうのがちょっとかぶってんねん。これもこれよく使ってるやつ、このブラジルのやつ。もう最悪レア以上でお願いします。コモンですね言ったら来てくれませんね。何も変わってない気がする。よし、もうそろそろ来てくれよ、頼むぞ。やば、嘘でしょ、何これ、モロカイってほんまに来おへんやん、どうしよう。まずいって。お、やっとエピック来た。何、いらねえなんじゃこれ。よし行きましょう。ほれや、いいっすね。おお、こんな名声知らんな。こう知らん迷彩やけど、ショットガン使う武器のやつ来てくれ、お願いします。じゃこれ一回引いて、あと何枚か確認しよう。そろそろ少なくなってる。レア、かぶってんねんさっき見たぞこれ。あと7枚、ラッキーセブン、これは来るぞ、レジェンダリー来る。これはラッキーセブン言うたらもういい印象しかないぞ。もうこれラッキーって言ってるぐらいやから。レア持ってる、これ持ってなかったすいません。あと6枚、やべ、カウントダウン進んできたぞ。そろそろ来てくれほんまに。やばい、コモンレジェンダリー来いよ、お願いやって、頼む。頑張って貯めたんです、18万。コモン嘘でしょ、やばいって。こんなに出えへんか。あと4枚、頼む。検証とかもうそんなどうでもいいから当たってくれ。あんこも持ってる、持ってなかった、もうぐちゃぐちゃになってきた。あと3枚、お願いしますってほんまに。最後もうレア度高いやつポンポンポンと
で、こうも最後までこんな、あと2枚お願いしますよ、ほんまに。あと2枚目エピック、いいぞ。何、黄色オールラウンドか。まあまあまあ許そう。ラスト1枚、ラスト1枚か。まあここでレジェンダリー引く男ですからね、私は。それでこそやっぱりね、こうやってる価値があるというか、なんというか、コモンですね。はい、ということで、全部引き終わりました、50回。ということで、コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーが、まあ、どれだけ出たのかと、50回中ね、ちょっと発表していきたいと思います。コモンが、50回中24個出ました。で、アンコモンが50個中10個。で、レアが50個中12個。で、エピックが50個中2個。で、レジェンダリーが50個中2個という結果になりました。まあちょっと散々な結果になっちゃったんですけど、まあ参考程度にしていただければ僕も嬉しいかなと思います。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いいたします。ということで、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。ほんまに死んだな。